はい、今回狼と香辛料のアニメ第1話が放送されましたので、その放送後のね気持ちのまま振り返りだったりとかやっていこうかなと思います。第1話収穫祭と狭くなった御社台ですね、こちらの方放送されました。地上波の方がね深夜なので、見逃した方はぜひアベマとかで配信しているので、配信日程が遅い方でも待ちきれない方はこちらおすすめです。もう正直な感想なんですけども、私先行上映会見に行ってるんですが、それを超えてテレビでこの15年の時を経てまさか見れるとは、もうこれだけでやばかったですね。令和の時代に狼と香辛料を見てるというこの感覚自体がすごいエモーショナルでした。でもちろんねトレンド入りしてたんですけれども、そもそもトレンドなんてなくて、 Twitter だったり X さえ旧作の時に何もない時代だからこその感慨深さがあったかなと思います。まあ、旧作の雰囲気を令和に伝えつつ、こう15年経ったからこそできることをやろうというこの気概を感じるね一話だったかなと思います。まあ、旧作の内容を知っていたとしても、新たに令和として生まれ変わったこの狼と香辛料も素晴らしかったんではないかなと思います。まだまだ初回で序章なんですけれども、もう少し詳しい部分振り返っていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりとか、旧作こちらリメイク版についてご意見等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まずこれ喋りたくて喋りたくて仕方なかった冒頭部分ですね。先行上映会で衝撃を受けたのが初っ端となっています。多分初見の人は普通のこう導入シーンかなと思われると思うんですが、詳しく解説すると原作のネタバレになるんでちょっとさらっとはいくんですが、この場面はミューリとホロの会話シーンとなっています。でこのミューリなんですけれども、新設狼と香辛料、狼と羊皮紙ですね、こちらに登場するキャラクターとなっていて、まあ、同作者のライトノベル作品となっているんですけれども、狼と香辛料の続編なんですよね。2011年の7月に発売された第17巻をもってこう完結していたんですけれども、2016年9月の新シリーズとしてこのね新設狼と香辛料、狼と羊皮紙の刊行開始とともに再開されたこの経緯があります。でこの場面だけで原作勢の視点から語られる過去の物語とも感じるし、メタ的にも最新話まで進むのではないかとい こう期待もありましたよね。まあこれ演出だけだとは思うんですけれども、もうこの部分だけでも最高でした。アバンでこうミューリとの語りからオープニングへと移るんですけども、このファンサービスは本当にえぐかったですね。しかもこのアバンのシーンなんですけれども、アニメーションめちゃくちゃ細かかったですね。まあ、指の動きだったりとかいろんなところ注目していただければ、すごいこの雰囲気が伝わってきていて、この没入感が出ていたのはあの旧作では難しかった雰囲気が再現されていたかなと思います。で加えてこのオープニングなんですけれども、オープニングすごい良くて、特にね個人的に良かったのが、制作がね老園商業組合となってるんですよね。そして旧オープニングが旅の途中だったのに対して、新オープニングが旅の行方になっているところが、こう一連の作品に対するこう作り手の深い愛情を感じずにはいられなかったかなと思います。もちろんこれ監督はね続投していたりとか、キャストについては過去の動画で深掘りしているんで、ぜひそちらを見ていただけると嬉しいです。そしてオープニングを本編と突入するんですけれども、ロレンスがねヤレイに会いに行ってるんですよね。これ1話でヤレイが出てきたっていうのは、まさにこう原作を忠実に再現している内容となっています。これ旧作だとクロエというキャラなんですけれども、このクロエについては正直旧作の方では結構ヤレイのポジションがクロエにこう改変されていて、原作を読んでいた人からすると、まあ、一部こう不評という部分もありました。だからこそ原作を忠実に再現するんだなという部分がこのヤレイが出てきたことでわかるんですよね。ただそれだけではなくて、しっかりこれクロエちょっと出てきてたんですよね。もう旧作をこうリスペクトしながらも原作をしっかり再現している、この部分がこの最初のワンシーンでわかったかなと思います。ちなみにヤレイの声優ね杉田さんだったんで、結構いい感じでしたね。もちろんこの部分でストーリーが再構成されるというのは分かっているんですけれども、まあ、完結している物語だからこそ、現代のこの令和の時代におけるアニメーションの進化において構成に関してはもう素晴らしいんではないかなと思います。この後からも本編中本当ね見入ってしまうほどのストーリーが分かっていても没入するっていうのは、やっぱりねこう指の動き、耳だったりとか本当丁寧でいい作画がところどころにありました。あと加えて会話の間ですね。これっていうのは旧作が出たあの当時っていうのは、この間とかそういうところってそこまでなかったと思うんですよね。で旧作のこの間がいいっていう方もおられると思うんですけれども、まさにこう会話の間を持つことによって丁寧に描かれているリメイクになってるなと、まさにこう令和として描かれるところで、狼と香辛料が新たな形として生まれ変わるところがすごいね伝わってきましたよね。で場面の演出に関してもキャラの心情に寄り添ったものに変わっていたりして、この辺もしっかりこだわってるなという感じでした。であと声優さんについてですね、
ね、まあ、こちら過去の動画でも触れていたりとか、全てのキャラクター続投となっているんですけれども、演じ方の部分について特にホロですね、ホロのセリフは年長者ゆえの落ち着きが特に感じられたし、懐かしさを残しつつもなんかこう声優が一回りして変わっているという、まさに演技面としても今だからこそできる演じ方となっていました。これはもう声優さんたちがいろんなキャラクターをあれから演じられてきて、今ここに至って制作陣営とすり合わせた結果出てきているものがあるんではないかなと思います。もう懐かしさというところを通り越して丁寧なリメイクってところ、まさにこう令和の時代、特にこの今ねアニメってすごいハードルが高くなってきていると思うんですけれども、その中で狼と香辛料を再現する上では今全てが揃ったんではないかなと感じた第1話だったかなと思います。まあ放送後とかのね感想を見てみたんですけれども、私と同じような感じ方をされた方は非常に多かったかなと思います。まあ、間髪入れずにこう会話が進む感じっていうのが、まあ平成版でね良かった点だったりとか、また旧作を見るのきっかけにもなると思いますし、これ第2話以降もどんどん進んでいって、もしくは長期アニメとしてまた先の物語が過去の旧作では描かれなかったエピソードがね今後ね展開してくるんではないかなと期待ができる第1話だったかなと思います。はい、今回こちら第1話狼と香辛料のお話をしていきました。本当リメイクとしてまさにリメイクという言葉にふさわしいね第1話だったんではないかなと思います。ぜひ皆さんの気になった点だったりとか感想だったりとか、ここの描写良かったなどあればコメントで教えていただけると嬉しいです。いや本当に良かったですね。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。